今日は以前キャンバスのあり方一回 YouTube に出したけど消しちゃったんで、もう一度今日はキャンバスの貼り方を動画に撮ります。これ15号の木枠ね。これね、今日明日ちょっと書きに行くんでキャンバス貼ります。キャンバス今ハリキャン買う人は割とプロでも、プロっていうか簡単にハリキャンを買ってきてやる人はいるけど、趣味でやる以外、まあ自分がプロに目指す人はキャンバスはやっぱり自分で貼れないとまずい。どうしてまずいかというと、キャンバスが緩んだ時に貼り替えたり、あるいは特にイーゼル画の場合はキャンバスの大きさとかFPM っていうああいうサイズとか、それを縦に使うとか横に使うとか、そのキャンバスの大きさとその画面をどう使うかっていうのは対象の、特に風景の場合なんかそれによって絵が左右されるから、その場その場で木枠とキャンバスは揃えとかない、キャンバス巻きキャンバスで揃えとかないと、いちいち買いに行ってたんじゃハリキャンはまずいから、私も木枠や巻きキャンは昔から揃えて、まあ金があまりない時もそれだけはちゃんと用意してた、してました。だからキャンバスは自分で貼って貼れなきゃ。最初のうちは本当何でも自分で揃えて初めてやるわけだから、いろいろ本読んだりいろいろするけども、昔は、今は YouTube でいろいろ出てるから多分大丈夫だろうけど、本が完全に正しいとは限らない。それを自分で改良して自分でやりやすいように、やりやすくてそれで正しくやるように、だから今日やる貼り方は本とは違うと思います。私は実践的にやってきて今ずっとこの方法で貼る貼り方をやります。これは昔は木槌を使ってたし、だけど今はこのシリコンハンマー、これは
術だとちょっとね、技術直接ガンとこう打つとこの 木がちょっとへこんだりするから、まあそれでも別に構わないけど、昔はここに当て木あるから、まあもう捨てちゃったか、ここに当て木を使ってこう傷ってやってたけど、このシリコンハンマーだとが一番、今はもうこれとこれで使ってる。これホームセンターに売ってる、このホームセンターで買った金属のこういういろんなものの組み立てに使うハンマー、組み立てるときにこれを使うとき、それでこうやって組み立てると、これで組み立てる、これでこの角をこの直角の金尺で、これは合わせる。これがこうちょっと歪んだりすると、額やなんかのあれとか、後々問題があるから、これはこういう簡単な金尺を用意して、触覚で当てて。はい、これで木枠は。それでこれはマッキャンをこうやって裁断したやつ、これ裁断する寸法はね、木枠の寸法に6センチ足したやつでこう裁断すると、それはねギリギリ 5.5 とか5センチ、キャンバスのサイズがあるけど、私は6センチ。6センチだとやや大きめだけど、大きめ、ちょっと大きめにした方が貼りやすいし、後で扱いやすいから。マッキャンバスのこの裁断の仕方はまた、今度さ、キャンバスを裁断するときにもう一度また別のやつでそのときにまた動画を上げます。裁断の仕方もね、どんどんやってるとねあれいろいろ問題があって、問題が出てきて、ちゃんと しっかりときっちりと裁断しないと、どんどん巻きキャンをずっと切っていくと、ものすごく効率よく取っていかないと無駄なものがいっぱい出てくるから、その裁断の仕方もその時にまた動画で上げますけど。映ってるかな、こういう風になるか、あ、これでいいか、これか。で、こっちにこの刃、こっちの端があるから、なるべくまあまあ
地寄りに、このこういう端っこを後でまあ切るけども、端っこにそれで大体真ん中に、まあこんなこと測る必要はないんでね、目分量でいきゃいい。でここにこのキャンバスの木枠の裏に仮止めをする。仮止めをして、これは後で抜くんだけど、それでまあこの仮止めとこのあれは長尺の方をやった方がいいけど、どうしようキャンバスの切り方によって長尺に短尺にしたったら別に構わない、あのどちらでもいいけど、長尺の方がまあベターだってことだね。でこれはこう貼りながらやっぱり裏に打つ。これも仮止め、仮止めだからちょっとあの頭まで打ち込まない、ちょっと止まればいいから、どうせ抜くから。でキャンバス針はこれは私が昔持ってた、学生時代から持ってたやつがここは折れちゃったんで買い替えたんだけど、こう買い替えたキャンバス針にここにあのプラスチックの滑り止めみたいなのがついてたんだけど、すぐ取れちゃってね。でそれは 別に売ってたんだけど、いちいち買うのめんどくさいから、取れた後もあとは そのまま使ってたら、そのまま使っても別にあの取れたまんまでも別に構わないから、あのなんてことない。でそのまま使ってんだけど、それで仮止めしてこっから貼っていく。15号は本数は何本ぐらいってことないけども、号数によってこの私は2本、1、2、これあの号数によってここを2本にする必要ない。1本の場合もあの出てくるけども、1本でも別にいいけども、2本の方が最初のうちはあの貼りやすいかな。それでなぜ仮枠するかっていうとね、いや仮止めするかっていうと、ここ真ん中のこの最初のこのこう縦横のこの真ん中に最初のやつで力加減がすごくあの難しいんだよ。でぎゅうぎゅうに張りすぎると、最初から張りすぎると結構あのシワが出るから、シワが出たりここ張りすぎちゃうんだよ。こうね、最初の、 あの仮止めをしないであのこうやると
それで仮止めをしてある程度均一に貼っといて真ん中を打つと、この十字の力加減は別にそんなに気にすることはない。最初から貼っていけばいい。それから2本にするとなぜいいかというと、こういうふうに力が均等にかかるから。こういうちょっとシワは大丈夫なんで、こっちや、この縦を貼れば、これは1,2,3、これも2本いくかな。これは P の場合は1本、ここに1本だけど、一回こう貼っておいた、こう横貼っておいて縦の1本はそんなに大丈夫、気にすることはない。慣れだからね、慣れと、それか それでシワが寄ったり、最初のうちシワが寄ったりしたらもう一回抜いて貼り直せばいいから、そんなに怖がることはない、ね、それからこのタックス、キャンバスの釘、これは昔はね鋼しかなくて、鋼だと若い時っていうか学生時代なんかキャンバスをその保存っていうか置いておくと鋼は錆びるんだ、ここはな、場所によって物置なんかに置くともう錆びちゃってね、でここが錆びるとその周りが錆びるっていうか酸化するわけだから、このキャンバスのこの地までこう茶色くこう錆びてボロボロになっちゃって、だからそれを防ぐために昔は私はルツシェ、ルツシェをここに、ルツシェの原液をこうポッポッとこう頭に塗ってたり、このステンレスタックスが できてきてから、まあずっとこのちょっと高いですけどね、このステンレスタックスの、4キロ買って、4キロってすごくあるよ、だけどそれを使い切ると、使い切るってまあその使い切る間は絵を諦めないぞという、まあ私が危ない時、絵で生活に危ない時もそのタックスが、余ったタックスや余った、あれを何しろ頑張って、そのそこまでは頑張ろうっていう時もあったから、まあまあ一生絵を描こうとする人はその4キロ色のこのキャンバスの、いやタックスを買って、何しろこれを使い切るまでは諦めないという気持ちになってください。結構そういうこと、細かいことだけどね、それに励まされた時もあったけど、何クソと思う気持ちになったこと、
あったから、それでこういうふうにきれいに、もうこの状態できれいにいくでしょ。あとは順々にこう打っていけばいいんだけど、そうだな、ここまで来ればもうあとは私は順々に行くけども、慣れない人はもうこれぐらい、もう一本ずつ外側に、これぐらい外側に順々に、順々に打って外側にもう一本ずつ打って、それで一辺ずつ問題は、角の折り方と紙でもキャンバスでもこういうふうに貼っていくわけだから、ここにあのシワというか、あのたるみというか、出やすいから、これは特に角は角もだけども、こっち側に外側にこう力をかけて、なぜかというと、ここでこうやるよりもここに最後こっち側もこう引っ張っていくわけだから、ここがあのたるみがちになるから、このキャンバス張り機を外側に、こういうふうに外側に力をかけながら貼るという。これで外側に貼るでしょ。でこちら側で折り方はこうって内側にこう入れて、こういうからこれを袋張りっていうのかな、昔はそういう張り方しなかったけど、額をつけないでこのままここまで塗る人は袋張りっていうのは、この折り方をこうって
こういうふうに言うんだね。でここに裏側に止めていきゃいい。それからキャンバスはガンタッカーで一回をあのアメリカの作家なんか画家なんかがガンタッカーので止めてたのを見て、ガンタッカーでやってみたんだけど、ガンタッカーはダメだね、緩みが来るね、あの針が細いから。あのやっぱりこのタックスでやった方がいい。これが袋針の折り方ね。でこれを普通のキャンバスはこうやって折って、で最後これも外側に力をかけながら、こうやってで角の折はこっち側にこう こっち側はキャンバスの場合1枚だけど、ここはこう折ったから少しここが厚くなるからね、この厚さを均等にするために、あの折り方はこちらの辺はこっちに折って、こう順々に折っていくと均等にこなす。この額にぴったり、いや額にぴったり合わせるには、あのこの厚さがこの1個ずつ均等に、この辺はこっち側とか、これはここになるし、これはこっち側に折るし、これはこっち側に折って、こういうふうにしないと後でぴったりした額なんかに問題があるから、あの均等に、変に均等にこう1個ずつこうって、でこれで全部終わる。これがキャンバスの貼り方。これがそのキャンバス。こういうのですけどね。これで、これはここで切るね。こういうのはね、ちょっとこういうのは認めないから。これあとは貼り終わって。あるいはあのここを折るときにこれが邪魔っ気になるから、折って打つときここをずっと